続いて梶原善さんお願いいたします。善治です。僕が善治を演じるにあたってというか、役者としてこんなに力を抜いて演じたことはなくて、で力を抜いて演じてても自然に善治は皆さんからも評判をいただいて、でもそれは僕の実力ではなくて三谷さんの本が良くて構成とかいろいろだから、まあそれは僕だけじゃなくて他のキャストの皆さんも三谷さんがすごくいつも引き立つように。ちょっと待って、泣いてんの？なんかごめんなさい、58にもなると三谷さん緩くなっちゃって、三谷さんがここ立ってる時だけでも僕ちょっとさっきから目が湿っちゃってごめんなさい。多分善は一番人前で泣いちゃいけないって昔から言われてたんだけど、まあそんなことで僕はもう38年間、三谷さんと一緒にやってて、まあもう十分三谷さんにはいい思いさせてもらったんで、もういいよとはもう言わないです。これからもよろしくお願いします。梶原善さん、ありがとうございました。